い、皆様こんにちは。百瀬千佳子と申します。私はですね、愛媛県の田んぼがたくさんあって、でもお店は全然ない、すごく自然豊かな田舎で育ちました。私はもともとグラビア雑誌が大好きで、いつもおっぱいやお尻ばっかり見ちゃいます。私の特技はペットボトルのキャップをお尻で開けることなので、どこかで披露できたら嬉しいなって思ってます。ミスフラッシュのオーディションなんですけど、今年の2月に、地道に所属させていただいたことがきっかけで、これからもっともっとたくさんの方に私の存在を知っていただきたいと思い応募させていただきました。今までコンプレックスばっかりでいつも悩んでた人生なんですけど、その人生を変えてたくさんの人に勇気や希望を与えられるような、そういった、存在になりたいと思ってます。毎日どこかで名前を聞けるようなグラビアアイドルになることが目標です。皆さん応援よろしくお願いします。